皆さんおはようございます。ボディープロフィールの撮影までついに残り7日です。7日前のコンディションはこんな感じです。多分ダイエット再開し始めた時よりかはだいぶ絞れてると思います。で、今日も朝から運動を2時間しました。今から朝ごはんを食べたいと思います。今日も1日頑張ります。皆さんこんにちは、りなです。ついにボディープロフィールの撮影まで残り1週間となりました。いや、残り1週間はね、もう全力で頑張るしかないなって感じで、今日も頑張っていきたいと思ってるんですけど、今日からね、動画撮れる日は動画撮って、私が1日どんな感じで過ごしてるのか、最後の撮影する日まで、まあ、どういう食事してるんかとか、どういう運動してるんかっていうのをね、ご紹介できたらなと思ってます。で、この間やっとこの2ヶ月間のダイエットのうちの1ヶ月目のダイエット方法の動画をアップさせてもらいました。で、また今ね、2ヶ月目のダイエット期間に入ってるんで、2ヶ月目のダイエット方法もまた別で後編で出させていただくので、どちらも見ていただけると嬉しいです。まあ、なんやかんや4キロぐらい痩せれたっていう話の動画なんですけど、ちょっとね、昨日最新のインボディを計測してきました。でね、もう結果が本当に驚きましたね、私。もう過去一番いいと思います。来週の撮影する前が一番いいコンディションに持っていきたいと思ってるんで、まあまあ、これはね、一つの結果として皆さんに共有していきたいと思います。なんとですね、なんとですよ。なんと、体重が 59.5 キロ。まあこれは、平均して出せる体重になってます。筋肉量が 42.9 キロ。出前56キロになった時は筋肉量が39とかやった気がするの。だから筋肉量はアップしつつ体重を減らせてるっていう、めちゃくちゃいい状態です。で、体脂肪率がね、なんと2ヶ月で 2% 落ちてました。しかもさ、前のこの56キロの時の体脂肪率が 23% やったんですよ。で、今回も59キロで 23% やから、めちゃくちゃいい感じに絞れてるんじゃないって思う。私、今回のダイエットで特に気をつけたことが、やっぱり運動をしっかりするっていうことを気をつけました。で、私の今の体が結構その筋肉がついてる状態なんで、まあ、運動だけでもちょっとは痩せれるっていう感じかもしれないんですけど、そうそう、またちょっとそれもまとめてね、撮影が終わってからゆっくりとお話しさせていただきたいと思います。で、こないだのボディープロフィールの撮影前の失敗とかもあったんで、それを勉強して、前はほんまになんかもう栄養失調寸前みたいな感じやったから、今回はそうなりたくないし、ちゃんと撮影当日にしっかり絞り込めるようにしたいから、ちょっと無理な食事管理とかはやめようと思ってて、まあ食事管理はある程度してるんですけど、例えば朝起きてからなんかまあいろいろ運動とかしに行って、今日食べたいなって思うものを1個探すねん。そう、それを探して、まあ例えば2日前とかやったら、私ケンタッキーのチキンフィレサンドが食べたいって思ったから、お昼ご飯にチキンフィレサンドを食べるために何をするか、どういう運動をするか、一日の食事をどういう食事にするかっていうのを考えて、チキンフィレサンドを一昨日食べました。そう、そんな感じでやっぱり前後の食事を調整したらいいと思うし、やっぱりね、しっかり食べないと、しっかり食べないとっていうか、炭水化物とかもある程度食べないとエネルギーにならないから動けなくなっちゃうんで、そうそう。で、やっぱり食べることって一番の幸せじゃないですか。やから、その、ダイエット中でも、減量中でも、我慢せずに食べたいものを食べながら、そうやっていたらいいんちゃうかなっていうふうに最近はすごい思ってます。やから昨日も、雪見大福が食べたくて、で、この間スーパーで見つけた、このね、プリンの雪見大福が食べたくて、そう、夕方に雪見大福食べて、夜は野菜スープみたいな感じで調整しました。だから、多分ね、前の、ボディープロフィールの撮影前の1週間前よりかは、めちゃくちゃ元気やと思うし、もう前の時はなんか、声に覇気がなさすぎて、やばいなと思いました、動画見返してて。
そうだから今回はめちゃくちゃ元気です。で今日はもう朝から空腹バイクを1時間で、お家でトレーニングを約1時間ぐらい、合計2時間朝から運動してきました。でもすでに朝の時点でカロリーが521キロカロリー消費できてるんで、まあ朝いい出だしでスタートできたかなって感じです。今からちょっと会社に行ったり、いろいろ買い出しとかしに行ったり行ってきたいと思います。今日も頑張ります。早速お昼ご飯取るの忘れてました。私の会社の近くにね、めちゃくちゃ美味しいうどん屋さんがあって、で今日はちょっとなんか炭水化物ドカンと食べないとエネルギーなくなるなと思ったんで、うどんを食べてきました。めっちゃ美味しかった。で今から会社に戻って、ちょっとミーティングが立て続けにあるので頑張りたいと思います。皆さんおはようございます。昨日はハイボール2杯飲んでしまいました。今朝の5時前です。今から空腹有酸素に行きたいと思います。昨日は全然食べてないんですけど、水分とか出すために空腹有酸素2時間頑張っていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日でボディープロフィールの撮影まで残り6日となりました。めっちゃ緊張っていうか不安かな。まあ心境としては、前回の撮影の時の失敗があったから、まあわりかし普通に食べてるんですよ。節制してた上にさらにラストの3日間でめちゃくちゃ節制したから、正直めっちゃ体力なくて、で本当に活力なかったんですよ。動けなくてめっちゃしんどかったんで、昨日全然食べてはないんですよ。食べてはないけどお酒2杯だけ飲んじゃったんで、今日の朝めちゃくちゃ運動しに行きました。で今日の朝だけでもうだいたい1000キロカロリーぐらい消費してきたんで、1日の消費カロリーをもう朝のうちに達成してしまったんで、ちょっともう今日は楽に動いていこうかなと思ってます。今日は美容室とちょっとボディプロフィールで必要なものを買い出ししに行く予定なので、ちょっともう車で移動しようかなと思ってます。でボディプロフィールの撮影前ということで、ちょっと最近メイク、そう今回はねメイク自分でしようと思ってて、やっぱり私もともとメイクの学校行ってたっていうのもあるし、その時から自分でメイクするのがすごい好きで、あんまり人にされるメイクが好きじゃないんですよ。やっぱり自分の顔は自分が一番よく分かってるっていうのもあって、でちょっと今回は自分でメイクしようと思ってるんで、ちょっとそれの練習も兼ねて、いつもよりかはちょっと綺麗にしてるかなと思います。最近さ、部分つけまつげ流行ってるじゃないですか。でね、今日まつげつけてみたんです。ちょっとだけ。どう？いつもよりまつげが長いかなと思います。でまあ、お昼ご飯は炭水化物抜いて、で外出てお腹空いた時用にさつまいもを 100g ぐらい持っていこうかなと思ってます。っていうかさ、ちょっと聞いてくれ。昨日のさ帰り道にさ、またなコンビニ寄って買っちゃってんけど、1個も食べずに寝たから褒めてほしい。これねこの生クリームがめっちゃ美味しいので、これ50円引きの生ガトーショコラ
これさ、めちゃくちゃ美味しそうで食べたかってんけど、ちょっと食べれず知り合いにプレゼントしたいと思います。いやー、我慢したな、かなり我慢した。ほんまに食べたかったけど、もうお腹もいっぱいやったし、ちょっと我慢して寝ました昨日っていうおもろい話があった。よお酒飲んだら絶対コンビニって買っちゃう。ほんま赤やな、こういうとこ。はい、ということで今から買い出し行って美容室行ってきたいと思います。ちょっと時間が余ったんで美容室前にスタバに来ました。で、めっちゃ甘いものが食べたくてやばかったんで、アイスアメリカーノのいつもデカフェを頼むんですけど、今日はじゃじゃん、ホイップクリーム追加しました。私さ、スタバで初めてホイップクリーム追加したんやけど、まずいとか言うたらあかんけど、あのマックカフェの生クリームを想像して食べたら全然味ないやん、ホイップクリームにと思って取っちゃいました。めっちゃ食べたかった、あのホイップクリームが美味しいのにさ。なんか私あんまり外で動画撮ることないから、めっちゃ恥ずかしいよな、見られてそうで嫌やけど。今日はもう疲れすぎてようわからんご飯です。糸こんにゃくをちょっと湯がいてそうめん風にしました。で、こっちが野菜スープです。いただきます。ついに残り5日の日の朝です。今日はゆで卵食べてこのベアフォースを飲みたいと思います。お昼に何を食べたくなるかちょっとわからないんで、朝はカロリー落としていこうかなと思ってます。でね、今日の朝最小値やったんですよ。もうめっちゃ嬉しいと思って、で10時からネイルがあるんで、ちょっとそれでもう行かないといけないんで、ちょっとこれ飲んでネイルしに行きたいと思います。まあ行けるかと思って、はい、じゃあ今日で残り5日目の夜でございます。もう疲れすぎて気狂いそう。もう多分っていうか、もう正直話す気力もないぐらい疲れてます。もう帰りもこんなんなりながら歩いてました。ほんましんどい。いや、今日のあかんかった点は、なんかお昼ご飯何食べたらいいかわからなくて、でパン食べたんですよ。でパン食べたけど、パンってほんまにエネルギーにならへん、全然あかん、もう絶対パン食べへん。もうやっぱり朝からめちゃくちゃ動くんで、そう、朝の消費カロリーが本当にすごいの。結構ね、夕方とかになってくるともうフラになってくるのよ。夜とか絶対あかん。もう昨日とかも梅田のね、立地に停めてたんですけど、もう駐車場何回に停めたかも覚えてなくて、10分ぐらいずっと探してました、自分の車。ほんまやばい。でスーパー行ってなんかこんな意味やからもう買うやろ、食べもしないで、いつ食べんねんってね、酔っ払った時に食べるんですけど、ほんまやばい。今は食べるかわからんけど、なんかこんなアイスも買っちゃった。ほんでさ、この謎の糸こんにゃくを4袋買い、ちょっとレジ行った時に、あ、私1袋しか買ってないと思って、で2つ追加したら4つになっちゃいました。で多分もう料理もできないんで、とりあえず、まあ、原料食のブロッコリーでレンチンするだけで、もうトマト、いやーやべえな、疲れすぎてやべえ。でちょっともう餓死しそうになった時用のちくわ、意外と脂質高いということで、今から鶏胸肉をレンチンして、でこの糸こんにゃく1袋食べたいと思います。
と野菜スープ食べれた。ちょっと調理していきたいと思います。ついに撮影まで残り4日です。で今日は10時からピラティスなのでピラティスに行って、でちょっとあの私部分付けまつげを買いに行きたくてドンキに買い出しに行こうかなと思ってます。今日の朝も大好きなプロテインスムージーです。いただきます。今から10時からねピラティスのレッスンがあるのでピラティスに向かいたいと思います。今回はほんまにめちゃくちゃトレーニングせんでも筋力がちゃんとつくようになった。お昼にちょっとエネルギーをしっかり摂取して背中トレーニングちょっとだけいけたらいいなと思ってるんで、今日はもう車で移動したいと思います。じゃあね、残り4日目の1日頑張っていきたいと思います。吐きながら胸の方から一つ一つ下ろしていきます。そう、足常に付け根から遠く感じながら、ナイス。お尻一つです、バッチリ。テーブルトップ取って、上手にできてる証拠です。ボディにします。吸う息で、そう、ナイス。吐きながらキャッチ、吸い、ピラティス終わりました。インバディ測ってんけど、なんとなんと体脂肪 22% でした。イエーイ。今からちょっとお昼ご飯食べにお家に帰りたいと思います。最近珍しめのスタイルエネルギーチャージのパスタを作りました。エビ 100g とアスパラとしめじで生麺です。いただきます。めっちゃ下からやけど、ちょっと YouTube の編集せなあかんと思って事務所に来たんですけど、めっちゃ雨降ってきた。ちょっとベアフォースでエネルギーチャージしてからジムに行こうと思うんですけど、めちゃくちゃ雨降ってきた。やばい、絶対生理前で食欲止まれへんねんけど、ピンクル食べちゃった一袋やばい。はい、ただいま残り4日目の3時前でございます。今日は朝のステッパーで有酸素軽くしただけやし、ピラティスしただけなんで背中のトレーニングささっと終わらして、バイクを1時間こいで帰ってきて、ご飯を食べてお風呂に浸かってもう早く寝たいと思います言うてる前やもんな、来週の木曜日やで。いやー楽しみやな。絶対にやるからには、絶対にその日が一番自分のいいコンディションで迎えたいんで、やっぱり頑張っていきたいと思います。ご飯食べる気力がなくて野菜スープとゆで卵をとりあえず食べたいと思います。